人は揃ったゴール前、戻した西、いやー藤本コントロールだ、藤本百戦錬磨のビジョン、あーチャンスだ、山口が出てきた、山口ホタル、山口も今日2ゴール、神戸ゴールラッシュ、今季最多6ゴール。このまず内本のターンですよね、トラップでのね、でコート広く使ってますから、まあ、当然ね負けてるんで前掛かりになってる、トスにしてみるとこれだけコート広く使われて長いボール通されたらやっぱ突ききれないですよね。でここにやっぱ山口が出てくるっていうのがやっぱりこのシステムにして、で山口の持ってる力っていうのはこう前節も点取ってますし今節も2点ですよね、これは大きいと思いますね。見事ですよ、このシュートも落ち着いてますしね。ユース伝代はオフェンシブな中盤のプレーヤー、